第4回いただき杯決勝戦 FC 中井の3連覇かゾット早稲田の王座奪還か、佐世保いただき杯ラストマッチがキックオフ。これはフットサル界に嵐を巻き起こす夢と希望にあふれた若者たちの果てしない挑戦の物語だ。目指せ F の頂。第39話獅子奮陣。これまで FC 中井は頂き杯で過去3度ゾット早稲田と激戦を繰り広げてきた。一点が中央でさあ中井奪った前役中井が踏まった前田くんラストいただき杯の風物詩ともいえるこの対戦カードが再び実現したのだ。まあやっぱり拮抗した試合が多い中でこうお互い守備が集中しててなかなか点が動かないっていう状態でこう進んでた試合ばっかりだったと思うんで、今回もそうなるのかなとは思いますし、向こうもやっぱりメンバーが追加されて攻撃にも幅ができてっていうところはあるんで、どういう展開になっても点差が例えばついたりとかしてもどういう展開になっても最後勝てるようにっていうところで戦っていきたいなと思います。12月はもう毎週試合なんで、これも決勝勝ってあと2勝すれば12月無敗で優勝、最高な12月なんで頑張ります。もう本当に中井とやるのがもう楽しみなんで、もう一視聴者として結構今面白いじゃないですか。強キャラ揃いだし、人間ドラマも面白いし、そのチームとやれるのがマジで楽しみですね、はい、昨日今日と中井の試合を見て思ったのはやっぱり宮崎選手がもうすごいかなり危険な選手だなっていうのは見てて思ったので、そこを警戒しながらやっぱ、あと森岡選手だったり千葉選手だったりアタッカーもすごい充実してるんで、そこをしっかり抑えられるように頑張っていきたいなと思います。伊藤が取りどころらしいんで、情報入ってきてるんで、伊藤のインスタになんか使われないようなディフェンスをしようかなと。攻撃はもう勝つんで、ディフェンス負けないようにします。もうコラソン長崎県は佐世保市にある佐世保実業高校で行われた第4回いただき杯。チーム状況が心配された FC 中井だったが、ここまで破竹の勢いで勝ち上がってきた。特に森岡率いるファーストセットの攻撃力は確実に FC 中井の武器となっている。この2週間で積み上げてきたものっていうのは
確実に良くなってて、相手にとっては本当に脅威だったと思うし、ゾット戦もね、その勢いを持ってやれたらいいよね。特に森岡にはペスカドーラ町田時代のチームメイトとして中井はさらなる期待を寄せる。カルさんに関してはもう本当に 0-0 で引き分けてるとき、 0-1 で負けてるときに、2-1で勝ってるけど押されてるときに、一発で流れを変える選手だと思うから、今大会はまだそういう状況になってないけど、選手権ではもう全部がきつい試合じゃん、まあ、そういう風な時に変える選手だと思うから、まあ、そこをもしかしたらこの決勝戦であるかもしれないから、まあ、そこに頼らせてほしいよね。一方で対戦相手であるゾット早稲田も持ち前の攻撃力で決勝戦まで勝ち上がってきた。まあでもここまで来るまでも点差的にはねちょっとついてますけど、フィーガー鹿児島も、まあ、ランブレッタ福岡もすごい本当にいいチームで、まずなんかこう中井と試合ができることにちょっとホッとしているというか、まあ、ここまで本当に来れるかなっていう不安もあったんで、今はちょっとホッとしている状態で、まあでも本当に中井に勝ちたいっていう気持ちは 100%ありますし、優勝したいって気持ちありますけど、やっぱこれだけの舞台を佐世保の方が、山下光大さんとエスタジオ佐世保の方だったり、本当にこの佐世保実業の理事長さんだったり、がもう本当に皆さんで作ってくださって、でたくさんの方が今日この試合を楽しみにしてくださってるんで、本当に一番の恩返しはもう僕たちと中井でバチバチの面白いフットサルって面白いなっていう試合を見せることかなと。キーパーがセンルカップしたというのもありますけど、まあ、逆に言うとフィールドでは第3回にいたメンバーでいうと5人ぐらい今回いなかったりとかで、ちょっとその辺で本当にこうまた一つになって戦わないと、逆に今まで中井が、ね、戦力的には人数が少なかったりしてなかったですけど、もうこの数ヶ月でちょっとチーム変わるぐらい強力なパワーアップをしてるんで、もちろん僕も含めてゾットの選手もそうだし、見てる人らも中井健介見たかったと思うんですけど、まあ、でも監督としての健介も試合ね 1,2 回戦見てても本当に素晴らしい采配してると思うし、そういう意味も含めて面白いまた新しい中井対ゾットの試合になるのかなっていう気はします。なのでここからしっかり1時間の気持ち作って、まあ、僕らの場合は中井に対して2連敗してるんで、本当に挑戦者としてめちゃくちゃ気合い入れて臨ませていただきます。エスタジ佐世保との準決勝から1時間が経ち、決勝戦へ向けたウォーミングアップが始まる。対ゾットですが、なんかさっきちょっと話したけど、やっぱもう何回も俺らに負けてるからめちゃくちゃ燃えてるらしいから叩き潰す。それでも一心がインスタに使われないようなディフェンスをする。ああ、ぶち抜くわ。熱かったんだっけ、俺。ああ、そうなんだ。まあ、いつも通りやります。レベル感的にはちょっとまたね、違うと思うから、強度とかも。だからまた、今うまくいってるのは、まあ、自信持ちつつ、ちょっとね、引き締めるというか、油断して勝てる相手じゃないから。出せるようにね、みんなが力発揮できるようにしたいし、俺もだし、で勝ちたいね、勝ちましょう、勝とう勝とう。お疲れ様です。あとはもう決勝戦ということで、もう本当にここで出し切って、もう優勝しかないんで、しっかり勝って、3連覇をここの、まあ、佐世保でねやるってことで、まあ、そこの歴史に、刻んでいきましょう。はい、まあ、ゾットは、まあ、さっきの試合もねいい試合をして勝ってたんで、まあ、昨日の試合含めて、もうやっぱりいい状態っていうのも分かるし、ね、やっぱりこの、チーム力の強さっていうのもあると思うんで、もう本当簡単な試合じゃない、ところ、まあ、前回も前々回もスコアでね大差をつけたわけじゃないんで、まあ、それは あるけど、この新しいね FC 中井で、本気でぶつかっていきましょう。よし、はい、府中サテとやった時と同じシチュエーションで、で、まあ、実際の選手権の本番も
2試合2試合っていう予定らしいので、まあ、実戦みたいな形で今日試合に臨めるっていうところで、まあ、大きなアドバンテージだと思うんで出し尽くして勝ちましょう。うちはセレセンと違って全員揃ってアップできるんで、それは結構前と違ってプラスなので、みんなで盛り上げてやっていきましょう。ポジティブ。はい、まあ、戦術的なところで言うと、まあ、続投も、ね、戦いやすい相手だけど、まあ、いただき杯で、なんだろう、今年多分いろんなことにチャレンジしてるから、戦い方を変えてくる、ところあるかもしれないけど、まあ、ベースは一緒なんで、まあ、そこはね、試合の中で伝えていくんでお願いします。で、まあ、クアトロの方は、まあ、バトルがどん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 狙ってたっていうところで、あそこを狙ってもシンプルに狙っていって飛んで、この大会でどこまで自分たちの完成度を高められるか、 FC 中井は最後の最後まで修正を加えていく。あ、今日はいいね。今日はまだいい、まあ、全体的にいいんじゃない。ちょっとコンディション的に、まあ、決勝だからね。もうあと決勝だからもう何も残さずに出し切るしかないね。一心のシュートやっぱり強烈ですし、まあ、ゾットの選手基本的にみんなこう迷いがなくそのプレーに集中してくるんで、ボール見てなくても味方のポジション見てなくてもそう蹴り込んでおけばいるっていうぐらいな前提でやってくるんで、もうそこは本当、まあ、多分俺一人じゃ守れないところなんで、ちゃんとコミュニケーション取ってみんなが同じこう共通認識でプレーしていく必要があるかなと思ってます。このメンバーでの勝っていき方というか、みんながしっくりきたところで勝って喜び合える形っていうのをしっかり作っていけたらなと思ってます。FC 中井最悪の日から3週間、チームの再生は叶うのか。彼らの命運はこの決勝戦にかかっている。決勝戦がキックオフ。この戦いを制するのはどちらのチームか。宮崎からブルノ、中へ運んで森岡、宮崎、おっとこれを奪われる。13番御嶽、ここからシュート。岩崎、これは弾き出した。ゾット早稲田の攻撃。19番幸間、パスを出して抜け出す。ここは岩崎がクリア。FC 中井の攻撃。森岡から逆サイド宮崎、ドリブルで仕掛けていく。サイドを駆け上がる。ここはゾット早稲田19番幸島が防ぐ。直後のキックイン、千葉から宮崎、これは後村が難なく弾き返す。ゾット早稲田カウンター。ブルノナイスディフェンス。FC 中井の攻勢は続く。前線の森岡へ、
雪島の激しいディフェンスを森岡が跳ね返し続ける。逆サイドの宮崎、縦に入った千葉、もう一度宮崎、逆サイドのブルノ、ゾッと早稲田、素早くプレッシャーをかける。これはゾッと早稲田のファール。宮崎から千葉、前線へ、これが森岡に収まり反転シュート、これを決めた。これぞ森岡薫、振り抜きざまの素早いシュートでゴール左隅を貫いた。 FC 中井、試合開始早々に先制。前半3分、 FC 中井メンバーチェンジ。ゾッと早稲田の攻撃、中央からサイド、縦に入った11番藤井へ、藤井がボールをキープ、亮太がプレッシャーをかける。これは亮太のファールを取られる。ゾッと早稲田、いい位置でのフリーキックを得る。キッカーは11番藤井、シュート。 FC 中井ピンチをしのいだ。ゾット早稲田、後村一気に前線へ、伊藤が弾き返し、亮太キープして再び伊藤、逆サイド内野、伊藤へ、ここを狙っていた本郷、これは枠の外、一瞬の隙を狙うゾット早稲田。 FC 中井のゴールクリアランス、内野が駆け上がる、サイドでキープし後ろの伊藤へ、伊藤ドリブルで仕掛けるか、かわしてゴール前、野村弾く、こぼれたボールは内野、ゾットの守護神野村、 FC 中井の攻撃を弾き返し続ける。直後のキックイン、伊藤から亮太、これも防いだ。ゾット早稲田カウンター。 FC 中井素早い戻りで防いだ。ここで FC 中井メンバーチェンジ。岩崎から宮崎、縦に入った森岡へ、森岡キープして前を向く、サイド突破、これは2番安岡がカット、ゾッと早稲田の攻撃、野村一気に前線へ、ブルノと藤井が競り合う。これはブルノのファールを取られてしまう。ゾット早稲田、再びいい位置でのフリーキックを得る。キッカーは藤井か雪島か、藤井が走り込み切り返す、雪島ファーサイドへ、これを決められてしまった。ゾット早稲田3番本郷に同点弾を押し込まれる。これでスコアは振り出しに。どちらが流れをつかむのか、岩崎から宮崎、逆サイドの千葉、宮崎が走り込む、しかしここは雪島がカバー、中央の藤井へ、ブルノが寄せる、ゴール前混戦、雪島フリーループシュート、宮崎、最後はブルノがクリア。 FC 中井ピンチをしのいだ。 FC 中井のキックイン、森岡からブルノ、再び森岡、また抜きでかわす、ここもかわしてゴール前フリー、千葉、これは合わせられず。 FC 中井のキックイン、宮崎からブルノ、逆サイドの千葉、低い位置でパスを回し前線の森岡へ、反転して仕掛ける、ここは雪島がクリア、森岡を起点に猛攻を仕掛ける FC 中井。FC 中井のコーナーキック、宮崎から森岡スライディングボレー、野村ファインセーブ。 FC 中井の攻勢は続く、千葉から宮崎、前線の森岡へ、 FC 中井一気に攻めに転じる、宮崎から森岡、逆サイドブルノ、こぼれたボールは宮崎、千葉へ、これは枠の外。ここで FC 中井メンバーチェンジ。 FC 中井のキックイン、
伊藤から内野、サイドへ運んでいく、ドリブルで突破、ゴール前、渡る、これは合わせられず。FC 中井、岩崎から伊藤、内野へ預け、伊藤が抜けていく、これが取った、キーパー野地村ファインセーブ、ゾット早稲田のキックイン、キッカーは8番宮原、ちょんと触ってシュート、藤井強烈なシュート、直後のキックイン、宮原から藤井、逆サイドへ、14番人瀬キープして再び宮原、前線の藤井へ反転してシュート、これは亮太がブロック。 FC 中井のキックイン、渡るから亮太、中央の内野を経由し伊藤、ドリブルで仕掛ける、ここは藤井がカバー。前半も折り返しを迎えた10分、 FC 中井メンバーチェンジ。FC 中井の攻撃、岩崎から宮崎、前線の森岡へ、ここをかわしたゴール前、これを決めた千葉、ボールごとゴールに突っ込んだ。 FC 中井再びリードを奪う追加点。FC 中井の攻勢は続く、サイドチェンジし宮崎からブルノ、ブルノ仕掛けるか、おっとブルノ遊び心を見せる、宮崎へ、再びブルノ、スクラッチして逆サイド森岡、ドリブルで仕掛けていく、ゴール前、森岡次々にチャンスを作り出す。メンバーチェンジした FC 中井、キックイン、亮太から岩崎、岩崎一気に前線へ、伊藤が折り返す、しかし奪われゾット早稲田カウンター、伊藤ここを狙っていた、 FC 中井カウンター、内野これをクリア、内野のループシュートはゾット早稲田8番宮原に防がれる。しかし FC 中井の攻勢は続く、岩崎から内野、低い位置でパスを回しチャンスをうかがう、亮太が抜け出す、中央でフリー、亮太強烈なシュートを見せる。ゾット早稲田の攻撃、野村から3番本郷、中へ運びサイドの宮原、渡るが寄せていく、ここは奪えず藤井へ、藤井が前を向いた、これは枠の外、ピンチをしのいだ。ゾット早稲田の攻勢は続く、宮原から本郷、中央の人瀬、低い位置でパスを回してチャンスをうかがう、本郷が抜け出しドリブルで仕掛けてくる、シュート、ナイスセーブ。本郷の強烈なシュートは岩崎が弾き出しクロスバー。前半残り1分、ゾット早稲田のゴールクリアランス、森岡前線からプレッシャーをかける、本郷から幸島、 FC 中井激しいディフェンス、これをカットしブルノ、前線の森岡へ、これはゾット早稲田のファウル。 FC 中井フリーキックのチャンス、キッカーはブルノ、これをブロック、千葉のシュートは枠の外、ゾット早稲田執念のディフェンス。FC 中井のキックイン、リードを保ち前半を終えられるか、岩崎から前線の森岡へ、森岡に収まる、この位置でキープ、反転して仕掛ける、森岡凄まじいキープ力を見せる。ここで前半終了、森岡のワンゴールワンアシストの活躍で FC 中井は1対2と1点リードで折り返しを迎えた。
ってるんだよ。こっちこっち。そうだったら、まあ、水ない人いる？水ロードする手前だな。ちょっとさすがに僕は。水ない人いる？でも、ブルーブレー、すごい。やっぱさ、毎年。出されたとしても縦切りしてたら浮き玉しか来ない、変な浮き玉しか来ない、そうなってくると僕ちょっと遅れても大丈夫、でも普通にシンプルに出されたらもう無理だから。 OK、 あとコーナーキック、この選手間の選手を軽くブロックしてあげて、軽くブロックしてあげたらもう簡単に通る、渡るが、でもしくはもしくは最初これやって、もしくはもうこのままここ間でトントン、 OK、 もう最初こっちでいこう、スーどうぞ。や高確認しましたってことで、完全に右肩が入って大きいんですけど、ただ、シミロンが相手のペースで、相手が回ってきて、俺らがプレスをかけてるのか、追い込んでるのか、追い込めた状況で、どうやって受けられてるのかっていうのは、頭の認識として、しっかり持った中でプレスかけないといけないし、相手がいい状態なのに深追いしすぎて突っ込みすぎて外されるのがめんどくさい、なかなか外されるのがめんどくさい、それを認識した中でやってると切る方向を明確にする、切る方向が明確になれば 2ライン目の予測は角度は上がるんだから、それがカオスで右も左もある、相手はパスもドリブルもある状態じゃない、2ライン目が予測できている状態、このレベルまで1ライン目でがっつりカットできることが試合中何回あるか、1回2回ぐらいしかあるとしたら2ライン目でボールカットする、裏に出てきたボールをカットする、1ライン目はある程度限定して確率を、相手の攻撃の確率を下げて俺らの守備の確率を上げて、その状態で2ライン目を取る、相手が難しい、相手に難しいパスを出させる、1ライン目で全部ボールを奪おうとしすぎなくて全然 OK、 そこだけな、プレスかかってるか相手のペース、そして俺らが秩序を持ってしっかり前を動かしながら、後ろと前が連携しながらディフェンスできているかと、まずそこな、ね、で、まあ森岡に対してはもちろん難しいし、この最近見たのが一番いいんだけど、まあ、そこでここでやられて OK ではないから、やられないようにもう 100% やるしかないし、ポイントはもちろんあそこの反転もちろんあるだけど、 他のやつが決める可能性もあるわけだから、そこの部分に対してどれだけつけるかな、大事になってくるのはボールこっちあるときに絶対簡単にボールと相手に対して同一視野で見れないときにしっかり相手触ることなんで、ベンチも含めてそこは全員でディフェンスしていこう、そこもベンチがしっかり声掛けしてディフェンスしていこう、攻撃なプレスがプレスラインが高い中で足元でつなごうとするのはもうただの自己満足、まず一つできること自分たちのラインを下げる、この状態にしっかりピボと2人組をしっかり作る、まず1つな、もう1つは純粋に裏を取りに行く、
ピボー、ピボーあって2人組、一発目から出会おうなる。パラレラ思い切り出して OK、 ワンツー出して OK。 足元で繋いで繋いでカットされたら一番めんどくさい。後ろ向きにする。相手がどっちが得意か、後ろ向きのディフェンスが得意か、前後ろから前のディフェンスが得意か。圧倒的に後ろから前の前向きのディフェンスが得意でしょ。相手の苦手なところをしっかりついていく。逆に相手の得意な土俵でプレーをしすぎないこと。プレス食いそうになったらな、一回前覗くだけのプレス回避だよ。体の向きだけでもいい、顔だけでもいい、前一個覗く。攻撃に関しても一発でズドンって入ることなかなかない。ゴルクサクゴール奪いに行かないと簡単に入らないよ。セットプレー何でもいいよ。ゴルクサク、ゴルクサク、ゴルクサク、一本のシュート、シュートたくさん打てないって話だったら、その一本のシュートの入る確率を全力で上げていこう。全員で、もう全員ゴールが入るぐらいのつもりで気持ちでゴールの仕事。そう、もう全員のベンチも含めてもクリンって入るぐらい行こう。俺準備してるよ。俺はいけるよ。いけるよ。いけない人、いけない人、いけない人いる？いけるけど。俺は自分のこと好き。俺らもっと勝ちたい、優勝したい、そして勝ちたい。100万欲しい、間違いなく賞金100万欲しい。けど本当にこの人たちに対して本当に来てよかったなって思わせられる初めの人たちが本当にこの舞台を整えてよかったなって思えるような試合を絶対にしなきゃいけない。100% ファイトして 100% 声出し続ける。俺らがやることですよ。そしてその結果そっちが勝つ。よし、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 めちゃくちゃでっかい大会になった時に3連覇なんて俺らしかないよ。行きましょう。あと20分全員が全力出せば勝てるから。よっしゃ、ナイスと高めやって行きます。ナッカーイバー。自分たちの土俵で戦いをしっかり、しっかり行こうぜ。めちゃくちゃ強かった。普通に FC 中井めちゃくちゃ強くて、なかなかこう押し込まれる展開が続いちゃいましたけど、まあどうしてもちょっと相手の土俵で進みすぎちゃったんで、後半は自分たちの土俵にしっかり立って、逆転できるように頑張ります。ありがとうございます。後半開始、まだまだ試合はこれから。栄冠はどちらに輝くか。 FC 中井のキックイン、宮崎からブルノ、戻して宮崎、ゾットの激しいプレッシャー、逆サイドの千葉、ここをかわした、中へ運び森岡、千葉が前線抜け出す、ゆっくりと運びゴール前、これを決めた、ワンタッチゴーラー千葉、再び森岡のラストパスをゴール流し込む。前半同様、開始早々の追加点、これで3対1。ゾット早稲田のキックオフで試合再開。千葉がプレッシャーをかけていく。ナイス千葉、ナイスディフェンス。直後、ゾット早稲田のキックイン、三宅一気に前線へ、岩崎弾く、こぼれたボールは宮崎がキープ、中へ運んで逆サイド森岡、ワンツーで宮崎が抜け出す、逆サイドブルノへ、再び宮崎、ブルノが抜け出すもここは幸島がカット、ゾットのカウンター、しかしすぐさま奪い返す、これはゾット早稲田のファウル。FC 中井、この位置でのフリーキック、森岡ブルノへ、これはわずかに合わず。 FC 中井の攻撃、岩崎から前線のブルノへ、次々と攻撃を仕掛ける FC 中井。 FC 中井の攻勢は続く。ブルノがサイドでキープし、中央の千
逆サイド宮崎、縦に入った森岡へ、森岡がボールをキープ、本郷全力で奪いに行く、すさまじいキープ力、反転して前が空いた、ドリブルでかわしてゴール前、これを決めた、千葉森岡のホットラインがまたしても炸裂、千葉のハットトリックで4対1。ここで FC 中井メンバーチェンジ。このまま流れに乗り続けたい FC 中井、前線からプレッシャーをかける、渡るこの位置で奪ったシュート、持ち村のビッグセーブに阻まれる、渡るナイス、直後のコーナーキック、伊藤から内野、しかしこれは野村がカバー、ゾット早稲田素早いカウンターを仕掛ける、渡るナイスディフェンス、FC 中井のキックイン、キッカーは伊藤、ファーサイド渡る、しかしこれは枠の外、ゾット早稲田のキックイン、一瀬から中央の行島、ドリブルで仕掛けてくる、中央の藤井シュート、岩崎ナイスセーブ、メンバーチェンジした FC 中井チャンスを伺う、サイドの宮崎、再び森岡、パスを回して逆サイドのブルノ、宮崎が前線に抜け出す、千葉がここでフリー、宮崎シュート、野地村またしてもビッグセーブ、 FC 中井のキックイン、宮崎から森岡、中央でキープし再び宮崎、ドリブルで仕掛けるか、中央の千葉、宮崎が抜け出す、切り返して、しかし奪われゾッと早稲田カウンター、岩崎気合のセービングを見せる、メンバーチェンジした FC 中井ドロップボールで試合再開、おっとこれをカットされてしまった、88番森から藤井、岩崎ビッグセーブ、絶望的なピンチを守りきった、直後ゾット早稲田のコーナーキック、 FC 中井集中して守りきりたい、渡るがこのパスをカット、 FC 中井カウンター、伊藤へ、これも防がれてしまった、両キーパービッグセーブが続く、ゾット早稲田のゴールクリアランス、亮太前線からプレッシャーをかける、一瀬のパスは内野がカット、本郷ドリブルで駆け上がる、シュート、内野ナイスディフェンス、ゾット早稲田低い位置でのキックイン、キーパーの野地村へ、戻して本郷、一気に前線へ、これを弾き返す、ボールは亮太へ、ここをかわして前を向いた、ここは野地村難なく防いだ、ゾット早稲田のカウンター、逆サイドの一瀬、しかしこれは通らず、 FC 中井素早いリスタート、岩崎から渡る、渡るが持ち上がり縦に入った内野へ、しかしこれは藤井がカット、体の強さを生かして突き進んでいく、サイドの岡部、岩崎これをキャッチして止めた、ゾット早稲田のキックイン、4番岡部から一瀬、戻して岡部、逆サイド行島、宮崎がプレッシャーをかけ押し返す、このクリアボールをカット、森岡から伊藤、中へ運んでブルノ、森岡とつなぎ、これは合わず、ここでゾッと早稲田タイムアウトを取る、なるほど、本当にチャンス、
ブロック入るよ、右からブロック入るよ、ブロック入るよって言ってくださいね。誰かが使ってくれた岡部、大城、なお、それでいこう、絶対勝とうよ、絶対勝とう、11番藤井がユニフォームを着替え、キーパーの野村に代わりピッチへ。ゾット早稲田5人全員で攻撃するパワープレーに出る。ゾット早稲田のキックインで試合再開。 FC 中井は前回ゾット早稲田のパワープレーで失点している。集中して守り切りたい。4番岡部、これは森岡がブロック。ゾット早稲田のキックイン。 FC 中井前線から激しいプレッシャーをかける。しかしここをかわされる。宮崎素早く戻る。ボールは逆サイド行島、伊藤が対応。ここは戻して岡部、チャンスを伺う。ゾット早稲田サイドの一瀬シュート、宮崎ブロック、岩崎直接ゴールへ。これは岡部が戻った。ボールは宮原へ。再びゾット早稲田の攻撃。 FC 中井の陣形は整っている。岡部から行島、戻して岡部、ドリブルで仕掛けるか。もう一度行島、戻して岡部、逆サイド太瀬、パスを回してチャンスを伺う。宮原が後ろへ、岡部が一つ前に出た。おっとこのパスがずれてしまう。試合残り時間は1分17秒。岡部からゴール前、伊藤ナイスディフェンス。ゾット早稲田のキックイン。藤井から一瀬、中央の岡部、逆サイド行島、落としてシュート。こぼれたボールは伊藤、狙った、これは枠の外。ゾット早稲田パワープレーを続け、1点を奪いに来る。引いて守る FC 中井、集中している。岡部ずらしてシュート、ブラのクリア、こぼれ球を追う、岡部戻ってクリア、宮崎これをクリア、ブルノがキープ、宮崎、 FC 中井チャンス。ブルノから森岡、ゾット早稲田奪った、カウンターを仕掛ける。行島から宮原、ブルノナイスディフェンス。残り時間は21秒、ゾット早稲田パワープレー続行。岡部から行島、仕掛けるか、戻して岡部、逆サイドの一瀬、 FC 中井乱れぬディフェンス。これはゾット早稲田のコーナーキック。残り時間は7秒、 FC 中井ゴールを許すわけにはいかない。一瀬から中央の岡部、ゴール前、これを高く上げてしまった。ボールを前に残す、ここで試合終了。森岡の全得点に絡む活躍で FC 中井4対1でゾット早稲田に勝利。第4回頂き杯の優勝を勝ち取った。
者はサセボバーガー1円分。いやいや、得点王サセボバーガー1円分。ナイスガクーゼロゴール決勝。よっしゃー、よっしゃやるっていうのは本当に難しいことだと思うんですよ。というかすごい手間もかかるだろうし、それを実現してくれた関係者の皆さんに感謝をありがとうございます。本当に素晴らしい大会だったと思います。ありがとうございます。ついでに取ってよイエイイエイ。チーム全体としてもクワトルも良くなってたし、2セット組んでこの結果っていうのは素晴らしかったと思います。みんなと点も取ったし、この大会で全員が、チームで優勝したっていう感じで、みんな声もすげえ出して気持ちも出して、やっぱりこういうのがチームだって、やっぱり喧嘩した後ってそうやってチームとして良くなっていくっていうのがあるから、ポジティブに関東大会に行けるかなって思います。こうして第4回頂き杯は FC 中居の3連覇で幕を閉じた。その後決勝戦で FC 中居と激闘を繰り広げた彼らがクラブ史上初の快挙を成し遂げる。頂き杯翌週のリガーレ東京との天王山を3-3、その翌週最終節ファイルフォックス八王子に2-1で競り勝ち、悲願の
関東一部リーグ初優勝を決めたのだ。マレーシアから一緒にやってきて、で、いただき合いだったりっていうのも でお互い高め合ってきたチームなので、今シーズンの、まあ、結果とかも常にチェックしたので、まあ、本当にもう自分のチームのように嬉しかったですし。あ、嬉しい。いいね、さすがだね。しかもなんかツイッターで言ってくれたけど、今シーズンフルマッチだったら FC 中井にしか負けてない。その時々の時代の主役みたいなのがあって、フルガが強かったりファイルが強かったり、まあ、俺はあんまそんな詳しいわけじゃないけど、でね、今はそういう意味ではゾットが時代を引っ張ってるのかなって感じるね。まあ、1年一緒にプレーしたし仲いいし、今でもこうやって試合であったりとかメッセージであったりしてるし、なんか本当自分ごとのように嬉しいし、まあ、22年ずっと、まあ、ゾットでも優勝できなかったっていうのは知ってるから、本当におめでとうございますって感じが、負けてらんないですよ。まあ、ゾットにはちーちゃんは取ってほしいけど、選手権はバリバリこっちが取るからね。ちーちゃんは頑張っててほしい。俺らはね、優勝するしかないんでね。しゃ。ライバルたちの活躍に FC 中井も負けてはいられない。次の戦いである関東大会まで一月を切った今、 FC 中井は頂へ向けさらに加速していく。今日が2021年、ラストの練習ということで、まあ、前のシーズンは俺らはまあ、ここまで来れなかったし、11月30日で、まあ、終わって、ね、関東大会に上げなかったんだけど、今はね、着実に前進して、次の関東大会に向けて時間がある。で、勝っても負けても俺らはもう3月もないんで、もうそこに向かって、まあ、楽しみながら、ぶつかりながらやってくださると思うんで、2021年はもう終わるけど、また新年集まって戦っていきましょう。よし、はい、終わります。3、はい、強豪ひしめく関東大会、ついに組み合わせが決定。次の戦いへと準備を進める中、 FC 中井は新たな壁にぶつかっていた。ね、こう俺はよく言ってるけど、本気で考えてるか、もしくは